石垣島最大の行事、鹿アザ方面祭村プールが7月26日、舞津畑で開かれました。村プールは石垣市街地の各アザと、市役所、高校などの団体が一堂に会し行います。舞津畑拝殿は昨年末に新築されており、新拝殿で初の方面祭となりました。村プールを主催する荒川アザ会が最初に奉納を行い、八頭2本の旗頭が入場します。五穀を手にした稚児を先頭に荒川アザ会の役員らが入場し、やあらよを歌います。が気払いやたあ打つなど、荒川独特の芸能が次々と奉納されます。およそ2時間かけ、10団体ほどが旗頭や踊りを奉納します。各団体の奉納終了後は五穀の獅子授けの儀があります。続いてアザ、クマです。アヒャアズナ終了後は西に200メートル移動し、大綱引きに備えます。大綱の移動ありがとうございます。鹿アザ方面祭のクライマックス、綱の民です。大綱引きを前にしまして、綱の民の大舞台で戦います。今年の最後に大綱引きがあります。西の綱、東に移動、肩お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。